ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はいどうも、ビワチャンネル K です。今日一人です。エブリィのワゴンですね。フィルムの熱成形カット済みフィルムっていうのを、販売していこうかなと思っています。でそれに対する動画ですね、説明書代わりに、見るような動画撮ろうと思ってますんで、うちのフィルムじゃなくにしても、貼れる方は、ね、参考にしてみてください。貼れるというか貼ろうと思う方ですね。はい、参考にしてみたらいいかなと思ってやります。とりあえずちょっとこのね、今見せます。このような感じで蓋を取ってきます。はい、ちょっとこれ1枚のペラ、こういう感じのね、何も成形してない感じのペラ、これをねこの車の形に合わせる。はい、じゃあこれで乗せました。このね、1枚のペラだと K のガラスぐらいだったらいけるんじゃねえかって思う人いるんですけど、なかなかこんだけいけません。これもうあとここから先はちょっと折れちゃうかな。はい、こういうふうに、ちょっと見づらいかな、こういうふうに残るんですよね。これを成形していくっていうやつです。これをね、じゃあ今から、はい、ヒートガンで炙ります。これね、バンとワゴンでここのガラスの長さがちょっとだけ違うんですよね。でワゴンは多分ハイルーフになるはずなんで、ここちょっとこの最後のここら辺が形が違います。まあうちはこのような形で炙っちゃいます。このね、炙り方に関してね、ちょっといろんな人のやり方があるんで、他の人がね動画もし出してたらね、それも参考にしながら見てもらっていいんですけど、貼り方も人それぞれ。ハーフウェットって言ってちょっとだけ水入れる人もいるし、完全ドライでいく人もいるし、これは完全ドライっていう言い方でいいと思うんですけど、はい、こんな感じで、これで一応熱成形終了です。はい、カーゴスペースのフィルムです。でこんな感じに書きます。うちは、はい、こう右とか左とかどっちが上とか、こういう感じで書いて梱包していきますんで、これがとりあえずカーゴ。はい、これがドアガラスですね。これまあ2枚今ここで重なってますけど、右ドア左ドア、こんな風に書いてあります。はい、これリアガラスです。リアガラス成形した後です。さっきの1枚のペラと違ってこういうふうに湾曲出てますよね。これが成形したからこう出るですね。このガラスに合ってる、ガラスの形に合ってるように成形したフィルムになります。でこれがこのリアガラス、カーゴスペースのガラス、ドアガラスっていうのが5枚1セットでいきます。でうちのフィルムに関してはね、IR 機能がついたフィルムの方で販売はしてますんで、とりあえず5% っていうのを主に出してきます。はい、 5%、IR5% っていうのを一応メインで出すんですけど、もしもうちょっと濃いのがいいとか薄いのがいいっていうんであれば、問い合わせいただければ、お教えします。フィルムの濃さどういうのがあるのかっていうのと、あとは備考欄に例えば 3% がいいとか 15% がいいとかっていうのはそれで書いてもらえればそれなりのフィルムは送ります。一応 5% で、ショッピングサイトの方に出すと思いますんで、はい、一度ベースの方で問い合わせいただくか、有限会社ピュアの、インスタグラムの方で DM いただくか、ちょっといろいろやってみてください。はい、じゃあ今から貼る方で移します。はい、じゃあガラスのお掃除します。まあうちの場合はですけど、余計な水がかからないようにここに
このようにガムテープつけた後、こんなような感じ、バスタオル引くとね、ここで水受け止めてくれるんで、これで、はい。で、新車の場合は、まあ、こうやって拭くだけ、まあ、これアルコールです。アルコール何でもいいんで、そういうもので掃除します。まあ、これ使わなくてもいい、新車、まるっきり新車だったらね、使わなくてもいいと思います。この霧吹きの掃除をすごくよくやってもらえれば。で、まあ、こういうふうにゴムヘラで、ガラスの汚れをね、掃除してもらって、アルコールしない方は、この掃除を3回とか、4回やってもらえれば、いいですかね。で、これ、まあ、僕普段、このまま開けていっちゃうんですけど、それだと、春教科書、教科書というかね、教えるの方には向かないんで、皆さん、いつも、うちの他の動画見てもらってる方々は、1枚のパネルでそれを剥き作業をやるんですけど、パネルがない方の方が多いと思うんで、今日は車に付けた状態って言うと変ですけど、車のリアガラスを使ってそれをやります。はい、これで剥き台、フィルムの剥き台がない方々はこうやるといいかなって。はい、じゃあさっきの左ですね、この左を先に貼ってきます。で、うちみたいな、まあよいしょ、こういう、うちはね、フィルム剥く台があるんですよね。この台がない場合、リアガラスでやります。で、うち左から、僕左からがいいんで、左から行く場合はこうやって、本当貼り付けるのはこうなんですけど、こっちが前側ね、これ左から行くんで、後ろから行きます。はい、後ろから行きます。後ろから剥がしてきますね。こう後ろを上にする。で、ここでこうちょっとこう余りがね、透明のセパレートの余りがあるんで、ここでちょっとこうやって剥いてもらって、で、こういうふうに少し剥いたら、もうここに水入れちゃい、セコエス入れちゃいます。はい、全体に入れたら、全部剥かないでください。少し残しといて、ここちょっと爪入れるともうすぐ水入れるところが抜けますんで、この下っ側は下っ側だけでいってください。はい、そしたらいつもやるように、これでフィルムを、ついてるやつをフィルム全部、フィルムセパレーターをここで巻いちゃいます。このようにして巻いちゃいます。そしたら車は水浸しになっちゃうんで、施工液だらけになっちゃうんで、一回拭いてください。で、これボディの方はね、掃除、洗った状態じゃないと傷だらけになっちゃうんで、そうすれば少し乾いても平気です。そしたらこれ中行きますね。よいしょ。はい、そしたら水、施工液をかかってないところがないようにかけてもらってください。あんまり飛ばすと、ここ水浸しになっちゃうんで。で、さっきの、巻いたやつ、こっちが上です、こっち前、こっち後ろ、これをね、理解してもらえるとすごく簡単なんで、これをね、いい、こうやってちょっと剥くだけでこうやって少し剥がれますんで、そしたらこれを裏側に持ってきます。こっち面が接着面です。で、これをこのまんまこのように伸ばす。はい、で、これでセパレーター上に来てます。はい、ここが分かんない人は何回も動画見てください。で、僕はこれセパレーター使います。下につくとホコリがついちゃうんで、これ噛んでます。で、この隙がないようなところへフィルムを持っていって、水をかけたら、はい、このような形で、もう一回水かけて、これをここへ貼り付けます。で、貼り付けるときはぴったりいかないで、少しここを爪ですぐ外せるように、隙間をつけてください。で、このように上から一回荒らしごき、
はい、一回このように荒らしごきして、ここで少し上に隙間を作ってっていうのは、これがすぐ剥がれるようにですね、すぐ剥がれるように、はい、隙間作りました。そしたらもうこのセパレーター使わないです。で、まあ気になる方、この時にもうここ一回拭いてください。そしたらキッチンペーパーでこのようにゆっくり落ち着いてやってくださいね。で、少し水がついたらもう麺を少し変えます。はい、これで仕上がりです。このような形で、左側はまた逆になるんで、逆のやり方で やってみてください。で、これでよく、その例えば、まあ、ここの状態でゴミが入ってると、もう端っこだったらね、取ってもいいんですけど、真ん中とかダメなんで、ゴミはよく掃除をしてもらえればゴミは入らなくなりますんで、掃除です。ゴミの入る入らないは、周りのホコリを取ったりとか、ガラスの掃除で、ゴミが入る入らないって結構決まってくるんで、よく掃除してもらえればゴミが入りません。で、逆に言うと、このプライバシーガラスになってるんで、プライバシーガラスにちょっとしたゴミだったら、そんな外側から目立たないんで、そんな気にしないでね、一回貼り付けたら、ちょっと外で様子を見て剥がす作業をしてみてください。とりあえずこれで左後ろ OK です。で、これを右後ろのをやるときは、これの反対向きなことをやってもらえればいいんで、僕は左から始まるんで、今度右の場合はひっくり返さで、向きます。向き作業ってやるんですけど、じゃあ左もやってみようか。じゃあ後ろだけやってみますね。横はね、同じように形なんで、ちょっと見てもらえるだけでいいんで、ちょっとじゃあ左もやりましょう。よいしょはい、じゃあもう掃除はしました。で、ここから貼りますっていう、右と左反対の作業するだけなんで、左側の時はこっちから後ろから始めたんですけど、右側の時は、前から行きます。僕自体がこうフィルムをこうバラすのに、左始まりの方が好きなんで、常に左始まりでやります。で、この時に、ね、焦らずにね、こうやってセパレーター取ってもらって、はい、でこの間へきれいに入れて、でこの隙間をだいたい均等に、隙間というか、このフィルムが外へ出る出具合を均等にやってもらって、そしたらこのようにゴムヘラで、はい、じゃあ抜いていきます。セパレーター、さっきの透明のね、剥がしたやつを使わない人は別に使わなくて全然いいんで、その代わりこのキッチンペーパーのこの面を常に変え、こう気がついたら常に変えるようにしてれば、フィルムにあんまり傷入らないんで、はい、こんな感じです。じゃあドアはね、こっち側をやりますんで、はい、とりあえず先にリアか、後ろです。はい、じゃあリアガラスいきます。リアガラスね、うちはいつもここにこう縦につけるんですけど、こう縦につけない場合はもうこういうのはもうまんまリアガラスでやっちゃいます。ここにね、こう水いっぱいかけてもらって、で向く方向はもうどちらでもいいです。自分の得意な方側からこうやって向いて、ここで水を入れます。施工液を。で、このターミナルのところを向くときね、ちょっと気をつけてもらって、でこういうふうに半分まで来たらもう一回閉じてください。この時間が長ければ長いほど、まあ、ホコリが入りやすくなるんで、はい、ここターミナル気をつけて、こうダメ、こうちょっとこう指で補助を入れてもらいながら、はい、これで両側いけました。で、左始まりなんで、そうですね、こっちの右を こっちから巻いてきます。こういうふうに巻いて、はい、巻いてもらったら、どっちが上か覚えておいてくださいね。リアガラスなんで一回もう全部拭いちゃって、これ拭くときはね、優しく拭かないとね、黒い車は傷だらけになっちゃうんで、一回洗ってからやってくださいね。はい、じゃあこれで中行きます。そしたらさっき巻いたやつがこっち側が上なんで、もうこっちは掃除してありますんで、掃除はね、あらかじめ見せてあると思うんで、他のガラスと同じやり方です。
で、こう巻いてきたやつをここで透明なセパレーターの方をフィルム側につけると、こっち側が接着面が出てきます。これでもう裏側に行きました。はい、でこのターミナルの位置にだいたい合わせて、まだ本が決まりじゃなくていいです。はい、でリアガラスはねセパレーターつけてしごかないんで、でこれでいい位置、ギュッてこう左右に引っ張るような感じで、で車によって個体差でこのターミナルのつく位置がねまばらな場合があります。で どうやってもダメな場合はもうフィルムを貼った後カットなんですけど、うまくいく車に関してはこういいところを左右で見つけて入れてください。でそしたら、フィルムの表面に施工液を少しかけてゴムヘラでこうやって抜いてください。一ドライ施工なんで、このどこから縦でも横でも抜いても水が抜けるようにな成形の仕方してます。でこれがウォーター施工、水使ったやり方だとこうはいかないんで、その違いですね。中入ってからが貼りやすい熱成形の仕方してます。でもうゴムヘラでほぼどこも出ないような感じになってます。一箇所ここ出てるかな、このぐらいなん でこれはもうこうやってキッチンペーパー、うちは最初は2枚です。2枚重ねたやつを重ねてこういうふうに抜いてきます。でこの時も見ながら熱線で水が残るんで、残りがないようにないように見ながら、でここに水はね溜まりますんで、で面を変えます。でこれで1回2枚で1回を行ったら、まあもしあれじゃ2枚をもう1回ぐらいこうやって抜いてると、ここに水が溜まってるのが分かるんで、その水を、ね、逃がさないように端っこへ持っていっちゃってください。どんなに気をつけてもね、小さいゴミって入っちゃうんで、そんなに気にしないでください。外からあんま見えないんで、僕らはね、あまりにものゴミは全部張り替えをしたりとか取る作業をしますけど、ゴミ取る作業すると余計にゴミが入る場合があるんで、はい、じゃあこんな感じでこのターミナルこういう風にねなってるんですけど、これ個体差でちょっとターミナルのつく位置が若干違う場合があるんで、当たっちゃう、どこに持ってても当たっちゃうっていう車の場合はもうこの状態からこうもうカッターで切ってください。そこはすいません、ご了承お願いします。で次もう最後の仕上げです。これで1枚キッチンペーパー1枚での仕上げになりますね。でこれもゆっくりどのぐらい水があるかを見ながらゆっくりヘラで抜いてもらって、水を逃がさないように端っこへ出してください。はい、これで仕上げです。これで気になる方はね、こうやってここに水が残ってるのが嫌な方はこういうふうにやると水がキッチンペーパーについてくれるんで、もうだいぶ、はい、これでリアガラス仕上がりです。でこれで外へ行って、まあ、あんま見えないんですけど水が残ってるか残ってないかっていうのをちょっと、ね、確認してもらって、ターミナルつけて、でよくこう周りを見てもらって、角が出てるところは角をしごいて水を抜いちゃってください。はい、これで OK ですね。よし、はい、このようにリアガラス仕上がりました。で開けてもう一回点検してもらって、もしねこういうふうに角が出る場合もあるんですよ、やっぱりね。はい、その場合はもうここでこう押してもらっちゃえば消えます。20分ぐらい出てこなければもう出てこないんで、少し他のことやりながらよく見てください。はい、じゃあリアガラスはこんな感じです。はい、じゃあ今度左ドア行きます。内張りはもう外しました。
僕は内張り外した方がいいんで内張りは取っちゃいます。でまあね、エブリィのドアは、クリップだけなんでクリップを取っちゃえば内張りはこのように取れますんで、まあ、取れたら内張り、にかかんないようにタオルかけて、で、まあ、あのたまにねドアの内側に水が入らないように施工してほしいってコメントをいただくんですけど、正直ドアの内側にこのここの隙間にですね、あの水が入らないような施工の仕方はちょっとフィルム張りには向いてないんで、うちはあのそのまま行きます。で正直なこと言うと、ドアのこのウェザー外側のウェザーストリップの内側からウェザーストリップの隙間からドアの中って結構水入るんですよ、正直なこと言うと。で皆さんそれ入らないと思ってると思うんですけど、いや実は結構な確率で入ります。なのでそこはあまり気にしないでいてもらえれば。スピーカーがね、あのある車でもフロントのドアでもね、あの中に水って入るんですよ。なのでうちあのフロントのドアとかこういうところってビニールが貼ってあるんですよね、それ以上中に来ないようにってことで。これもう入っちゃうことになってます。はい、なのでここには中に入らないような用事はしません。はい、で本当はこういうところにも養生するんですけど、皆さんができるようにあまり難しくしちゃうと養生ばっかりにお金もかかってきちゃうんで、やらないようにはしてます。普段はね、あの養生もしてやるんですけど、でこのように、水を切ってガラスの掃除します。ここはもう2センチぐらいでいいです。でこの下見えないところ掃除するときはもうこうやって入れて、こういうふうに横に抜いちゃってください。これでかなり水は抜けます、汚れも取れます。で僕はこれを2回、新車だったらね2回、汚れてる車だったらもうそのガラスの汚れ方によって3回も4回もやってください。はい、そしたらフィルムの巻き方はあのさっきのこのカーゴスペースのやつと同じです。それちょっと抜いてきます。はい、じゃあ向き台で向くやり方もね、ちょっとじゃあお見せします。これ左側です。はい、左なんで左始まりする場合はこっちが後ろになるんで、後ろを上に向けて一回水を切って、無理に引っ張るとこういうふうによれてきちゃうんで、ゆっくり引っ張ってください。はい、これでこっちが上になります。はい、こっちが上ね。そしたら水を隙間が埋まるようにかけてもらっていきますよ。これでひっくり返しました。そしたらここへこの隙間に入るようにな太さで巻いてもらって、ここに入れちゃってください。でこの時に こっちの指でガラスあんま触んないように、もし指にねホコリがついたらそのガラス触っちゃうとそのホコリ移っちゃうんで、ガラスに。でここでこういうふうにフィルムを広げて、これでセパレーター取ります。でこの端っこ、こういうふうに、ね、もたつくんで、もたついても焦んないでください。あの折れてないんで、でここでこういうふうに端っここういうふうにやれば入っちゃいます。これで入りました。はい、でいいなと思う位置にフィルムを止めながら1回目を抜きます。でこの左右もねバランスよく入れてください。そうすればここガラスから飛び出ちゃうと折れちゃうんで、あんまり飛び出ない。もし飛び出てもそんなびっくりしないでください。逆に飛び出てても実は折れません。こういう車で限ってはね、ここ割と隙間があるんです実は。はい、こうやって抜いたら、これが別にこのヘラでも構わないです。ゴムヘラがない人はこのヘラでもいいです。ただその代わりここの、ザラつきがないように、いつもペーパーでこすってもらう、ザラつきないように。ザラつきがあるとねフィルムに傷入ります。そしたらじゃあこっち側のセパレーターを、まだねこの状態でもガラス動くんで焦らなくていいです。でここで動かないフィルムがくっつけても動かない場合の人はちょっと施工液の洗剤を多めにしてください。
で、これで、はい、1回目を荒しごきを抜きます。でここの隙間はもう好き好きで5ミリの人もいれば3ミリの人もいると思うんで、うちはだいたい1ミリから3ミリ以内、あのそれ車によって、あとはデータの形によってそこは変えてきます。今多分自分はこれで 1.5 ミリぐらいですかね。であんまりここ詰めすぎるとやっぱ折れる原因にもなるんで、はい、これで今ね、ここをこういうふうにこうなってますけど、これはセパレーターなんでフィルムじゃないです。はい、はい、これで荒しごきが終わったら、リアガラスの時は2枚ですけど、横の場合は別に1枚でも、紙1枚でもいいです。ゆっくり見ながら、はい、これで上が抜けたんで閉めちゃっていいです。はい、これで横は OK です。でこのまま内張りを戻すっていう作業です。はい、じゃあ流れ見てもらって、フィルムの施工終わりました。型は、見てもらった通りの取り方をしてるんで、まあ中に入って、角が出るとか出ないとかってやっぱ言う方がいらっしゃるんですけど、ドライ成形の方が角が出にくいです。ただリスクが高いんで、普通のペラの型を取ってないフィルム貼る人の場合はね、あのすぐ溶けちゃう場合があるんで、それをうまくやりながらドライ施工やってみてください。はい、でそうじゃない方はね、うちでショッピングサイト出ます。はい、これ DA17W、ですね。はい、17のハイルーフのワゴン車です。はい、フィルムの濃さはとりあえず 5% で出します。遮熱効果のあるフィルム、はい、IR フィルムで 5% で、もし色を変えてほしいという方の場合はね、あの、問い合わせ1回いただいて、ポチる前に問い合わせいただいて、で備考欄に書いてもらうっていう1回ちょっと会社でのやり取りでしてください。はい、であと分かんないことあればコメント欄なり、ベースのショッピングサイトなりへコメントください。これを見ながら、あと他のフィルム貼ってるやつも見ながら参考にしてもらってね、貼っていただければ、エブリー17ワゴンのエブリーでしたら、あの割と簡単にいけると思います。はい、フィルムがね、ちなみに、これは、ゼロ、まあ、僕がゼロって言ってるだけなんですけど、表記的には 1% なんですけど、僕があのもうあの可視光線透過式で測るとゼロが出ちゃうんで、ゼロにしてます。ゼロって言ってます。はい、でいろんな、フィルムの濃さあるんでね、ぜひ問い合わせください。はい、であと有限会社ピュア、ピュアチャンネルではね、動画いろんな動画ありますんで、いいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではアディオース。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。